歴史主義は最も一般的な用語としては人間生活のあらゆる現象を物理的な時間空間概念とは別にある歴史的な流れのうちにおいてその生成と発展とを捉えなければならないとする主張を指す語である。今日歴史主義と呼ばれている思想的立場は19世紀初頭のドイツから始まったとされているが20世紀になってからエルンスとトレルチ フリードリヒマイネッケの著書によって広く知られるようになった概念である。マイネッケは歴史主義を西欧社会が体験した最大の精神革命であるとして賛辞したが、トレルジはその諸問題と克服を説いた。歴史主義は極めて多義的な概念であり、その時代、論者によって意味が異なることから注意が必要である。 ナポレオン一世の失脚後ウィーン体制が惹かれた19世紀初頭のドイツではフランス革命を生んだ個人主義、合理主義、啓蒙主義的な思想に対する保守的な反動としてロマン主義が登場し人間的、社会的世界は合理的に割り切れるものでなく生命の躍動のうちに生成、発展するプロセスでありこれを有機的全体として 歴史の中で捉えなければならないとの主張が生まれていた。そのような時代背景のもと、ランケは国家を歴史的に正規する一つの精神的、集合体とみなし、啓蒙思想における合理主義的な国家観を批判したのである。科学的な資料批判に基づく歴史学は新たな学問として西欧諸国に広まっていった。この意味での歴史主義はドイツ関連論が 支配的であった時代に対する反動としての自然主義的な実証主義を意味した。歴史主義はロマン主義と結びつけられて歴史研究が自己目的化するに至った19世紀の知識人層の根本気分とされることもある。そこではある一定の規範や価値がその民族の歴史から導き出されることが正当化されたのであって、ヨハングスタフ・ドロイゼンによれば 歴史理論と倫理学は等価であるとされたのである。ビルヘルム・ディルタイは自然科学とこれに対峙される歴史学、法学、経済学などの精神科学を区別し歴史的認識を半径とする精神科学の認識論的特質は了解であるとした。ディルタイによって歴史主義に哲学的な基礎が与えられるとトレルチによって 人間生活のあらゆる現象を捉えるには、物理的な時間空間概念とは別にある歴史的な流れのうちにおいて、その生成と発展とが捉えなければならない、と主張されるようになった。このような人間の死意の根本的な歴史化によって、哲学、法学、経済学、進学などの多くの分野に多大な影響が与えられ、個別の学問の歴史化により、哲学し、 王政史、経済史、教会史、競技史等の新しい学問分野が生まれた。歴史主義は、歴史的に構成された規範や価値は、その形成の連環においてのみ妥当性を有するに、過ぎず、その連環を超えた普遍的妥当性を有しないという、歴史相対主義を生んだ。このように、歴史主義は多様な分野の多くの論者が長い時間を、 かけて形成したた主張のの集合体であったのでああっるヘーゲルは歴史哲学を哲学の重大な問題であるとした上で人類の歴史は理性の発展過程であるとして一種の進歩的かつ認識論的な歴史観を主張した。これに対し、ランケは科学的な資料批判に基づく歴史学という見地からそのような歴史法則の存在そのものを否定したが歴史とは 客観的精神であるという認識論、観念論的な歴史観であるという点では、ヘーゲルと共通していた。19世紀は科学の世紀とされ、人間のあらゆる生活領域に科学的な思想が侵食し始めた時代であった。明朗な学問である自然科学に対する不明瞭な学問である文化書科学の価値に疑問が呈される時代でもあった。イギリスでは、 ダーウィンの影響のもと、社会進化論が流行していたが、マルクスは、認識論、関連論的な歴史観を批判し、歴史を階級闘争の場とする、唯物史観を科学的な見地から主張した。そのような時代において、ビルヘルム・ディルタイは、自然科学と、これに対峙される、歴史学、法学、経済学などの精神科学を区別し、歴史的認識を半径とする。 精神科学の認識論的特質は体験、表現、理解の連環に基づいているとした。この連環は性の自己解釈であり、歴史はこの個々の自己解釈のあらゆる客観化の相対であるとされ、歴史主義に哲学的な基礎が与えられたのである。そこでは人間生活のあらゆる現象は客観的な精神である歴史的な流れのうちにおいて、 その生成と発展等を捉えなければならないと主張されるようになったが、このような様々に変動する生を基礎に置く哲学は、客観的精神といえども生の流れの中で様々に変動をせざるを得ないのではないか、との疑問と結びつき歴史相対主義を将来したのであった。フリードリヒニーチェは、先駆的な論文、性に対する歴史の耕材において、 歴史主義の克服を初めて説いた人物である。彼にとって歴史学は純粋科学たる数学とはその本質が異なり、歴史学が科学としての客観性を偽証するときに、すべての価値はその無限の歴史の流れの中に投げ出されて破壊され、永遠の絶望と会疑をもたらすがゆえに、歴史学は学問であることを止め、生に従属されなければならないとした。そこでは、 自然主義に立つ科学と生がそれぞれ自立した領域であるべきであるという問題意識が当時目覚ましい発展を遂げつつあった歴史学を批判する形で示されたのである。エルンストトレルチは辞書、歴史主義とその諸問題、歴史主義とその克服において歴史主義は自然主義と並び立つ近代の偉大な学問的に方法であるとしつつも他方で歴史相対主義を キリスト教と西洋文化の一体性を踏まえての文化総合によって克服しようとした。パウルティリヒヒは、カイロスとロゴスにおいて、歴史的プロセスにおいて形成される認識行為が常に未来に開かれており、同時に認識がその歴史性によって規定されているという意味で、歴史主義を評価し、時代時代に規定された真理の認識が相対的であることを認める。他方で、 ティリヒは、真理の概念を従来考えられてきた絶対的で、客観的なものと捉えず、真理自体が動的なものであり、その現実化の歴史的運命に縛られていること、認識主観の歴史的構成と理念の歴史的運命とが一致するときに、動的真理は認識されうるとして、歴史プロセスを、あたかも超越して絶対的真理を完全に自己化したかのように主張する絶対主義と、 そのような絶対主義と真理の認識一般を断念する歴史相対主義との両方を批判して発展させ、これをプロテスタント信仰と矛盾することのない信仰的相対主義と呼んだ。新関と主義のビンデルバンとは、ディルタイがその領域によって自然科学と精神科学を区別したことを批判した上で、自然科学は法則定律的であるのに対し、精神科学は 個性技術的であると特徴づけ、自然科学と精神科学は領域による違いではなく方法による違いによって区別されるとして、精神科学に自然科学と異なる学問としての独自性を主張したのであったが、これは新刊都主義に立たない多くの歴史学の理論化にも取り上げられるほどの影響力を持った。新刊都主義のハインリヘリカートはさらに、 ビンデルバントを承継しつつも、精神科学に代わる概念として、文化科学という概念を立て、これを体系化しただけでなく、相対主義を克服した、価値哲学の構想を立てた。新カント主義は、このように、科学的な実験方法が哲学にも導入されて徐々に、心理学が独自の学問として成立した時代、哲学のアイデンティティの危機が叫ばれた時代に、 自然科学主義との対抗で精神と文化の価値を復権する試みとして主張されたのである。歴史学と同様の資料批判に基づく哲学の研究は研究成果が分かりやすいという特徴を有していたこともあり、その後の後段哲学の方向性を基礎づけた。新歴史主義1950年代以降、従来の歴史主義を批判する形で、 表彰子をねじろとした非評価集団が立ち現れた。この流れを新歴史主義と一般に呼び、その理論的骨組みは、ミシェル・風向の言説論と権力論にある。すなわち、新歴史主義において歴史は、客観的で確固とした事実としてではなく、語り手によって再編されていく物語の言説として扱われる。代表的論客として、 スティーブン・グリーン・ブラッドを挙げることができる。歴史法学を参照のこと。歴史学派を参照のこと。カール・ポッパーは、ヘーゲル、マルクスのような歴史法則主義を本校における、歴史主義特別して、歴史主義と呼び、歴史主義の貧困ザ・ポワティ・オブ・ヒストリス・ザムの中で、論理的になり立たないことを論証し、徹底的批判を試みた。この題名は、フランスの無政府主義者、 プルードンの貧困の哲学に対抗して書かれた哲学の貧困の著者であるカール・マルクスのヘーゲル歴史哲学の批判的継承である唯物史観に対する批判を意図していることに由来する最も歴史主義という言葉は当時まだなかった。ニーチェは当時の歴史を尊重する時代風潮を命取りの歴史熱病と称した。ありがとうございます。